パー GT 最終戦の予選が終わりました。結果は7位でした。僕は Q1 を担当して、今日の朝の練習の状況からは、ちょっと Q2 は難しいんじゃないかという雰囲気はあったんですが、なんとか Q1 を突破できて、Q2 は、国本選手がアタックしてくれて7番手でした。僕らの調子はまあいいんですけど、それ以上に、ホンダがすごい速くて、予選ではオートポリスと同じような感じでもうホンダがほぼ上位を占める形になりました。ただ、決勝は、オートポリスでもそうでしたけど、僕らは、強さがあると思うし、あとホンダ勢ももしかしたら落ちてくるかもしれないんで、まだまだ上位のチャンスはあると思ってます。最終戦なんで、思い切って優勝狙いたいと思います。応援よろしくお願いします。